つ。なんか落ちちゃった。あ、すいません。やや、やよや、あああああ、ユーナビスタ、あそこ。おはようございます。いや、乾燥じゃないです、落ちちゃったっすね。なんか、いや、熱暴走じゃないです、落ちちゃったっす。なんか LINE が来て落ちたっすね、多分。なんか閲覧順見たら俺の次の人、2位の人がさ、70人ぐらいじゃなかった閲覧。 ありがとうございます。爆投げされてます、いつもありがとうございます。だからこれはパパ今日はたくさん稼いでね、稼いだねーかパパ。そう、なんか閲覧多いところやってないなと思ってまたすぐつけちゃった。嬉しいわ、朝天下だわ、ルイージの天下だわ朝は。まだ分からないけどね、まあ放送の方向ですよ、いろいろ分かんないけど。お疲れ様です。朝待てよ、嬉しいわ。でね、茨城、同じ茨城出身のさ、よっさんが夜の帝王でしょ。ありがたいわ。茨城でふわっち牛耳ってるわ。なるようになるさ、なんくるないさ。いや、でも今日の朝5時半につけたんだよ。そしたらさ、1000人まで行くのに2時間ぐらいかかったね。2500ありの海の影。まあでもね、だとしても夜のね、やっさんの名前出してくれた。ルイヤをいじめてるからそこそこ閲覧行くやな。言ってた、さっきなんか見たら2位の人閲覧70人ぐらいじゃなかった。イキリストさんの枠そんな閲覧あった。頑張ったね、頑張る、これからも頑張る。昨日寂しかった。あ、ルイヤ400人なの。あれなんでだろう、さっき配信者ランキング見たらあれだったんだよ。これまあ、今日ね、茨城だっぺな、頑張っぺ。カエルが来る前はいつは2000人があったの。あった日もあったね。でも ちょうどすごいピークの時がちょうどエミリーさんと出会ったのから、なんかまあね、なんかお互いにいいところで出会ったんじゃない。もうぶちゃいけで、せっかく悪い人ばっかいるのかな。あのポン君も茨城出身らしいよ。リュウヤペンギン、なんでリュウヤペンギンでやるんだろうね。なんかコメント特、なんか配信者さんがいらないのかな。メンタスコーラしてるリュウヤが。茨城なんですけど、そう言ってる人の方が性格悪くない。相手にしちゃダメですよ、45号さん。広い心でいちいち相手にしててもしょうがないですよ。からって連なってるイメージはないけど、まあそうそう、別にその売名とか、あの、いや偽に行ってた時もあったんですよ。行ったら幸せにしたんか。あら可愛い子、あら可愛い子、道民だ。イメさんの配信を見たことがないんだよな、あんまり。まあでもね、同じことやってもね、やっぱ伸びる人伸びない人っているから、あのね、難しいよね。たまたまそこに受け入れられるか受け入れられないか。結構ね、でもね、歌舞伎町歩いてるとね、なんかニット帽かぶって前髪出してる人ってみんなたくまくんに見えてさ、一日一回はなんかエミリーと、あれたくまくんに似てないって話してるね。わかんない、ポン君の茨城って聞いただけ。あ、土浦の方って言ってたかな確か。しかもポン君早稲田出身なんでしょ。カリスマだよね。で、うん、たくま君の話題が出る、似てる人いるんだもん。サムネ可愛いでしょ。俺も思った、なんかサムネなんかこういう適当なところでなんか漏れそうな壁で撮るんだよ。あ、おやすみなさい、また来ます。あ、またね。
またタイミングがあったら。たまに枠見てるわ俺も。何食べようか迷ってる。なんだろうな、あのニット帽の被り方が流行ってんのかな。でなんかちょっとなんかよくわかんないダウンコート着てニット帽被ってる感じ。そうなんか昨日ね、俺が先にディスっちゃったんだよポン君のこと。膝蹴りのタック。うどん作ってもいいよ。もうちょっと稼ぎたいんだけど。エミリがうどん作るから帰ってこいって言われたら帰ろうかな。うどん食いてえな。エミリのツイキャス映るか。稼げねえんだもんな。戦慄の膝蹴り。膝こそカツラずれてないだろ。ほら真ん中だろぴったり。ほらこれさ、美顔ついてるからこれあれなんだよ。エミリのツイキャス行ったらマジで顔ひどいから、ほんともうヨボヨボ。離れ事だ二人のディスタンス、いつめていく離れ事だ。いい歌これ、好きな歌。あれエミリー、妊婦だからタバコ我慢して。エミリー、お酒も飲んじゃダメだ。エミリー、ダメだよ。エミリー我慢して。俺宇多田ヒカルの声好きなんだよ。なんかエミリーも歌うまいんだけどね、やっぱりああいうなんか宇多田ヒカルみたいに鼻の穴広げて歌ってほしい。宇多田ヒカルってすごいさ、鼻の穴広げて歌うじゃん。なんかくしゃみ出そうな顔でって歌うじゃん。ああいうなんか歌ってほしいね。ビブラート聞かせるっていうか、わかんないけど、カラオケのことよく音痴の俺が言うのもなんだけど。15歳でさ、オートマチック歌うってすごくない？自分で作詞作曲。鼻から空気流してる。介護の仕事始めた期間、いや一番稼げるかなみたいな。週に 1,2 回しか働けないんで、どっちにしろ夜勤って。なんか労働基準法みたいで。いやだからもう歌詞もすごいし、大人びてるし、あれ絶対宇多田ヒカル作ってないだろみたいな。音を追っかける歌い方なのあれ。メンヘラなっちゃったな宇多田ヒカル。なんかオタクじゃないの。マックス増やせば安定収入になるだろう。マックス増やせば、ああ収入2回ってこと。ゴーストライターいそうだよね、あんなお金持っててさね。で俺あれさ、中居くんと石橋貴明のあれ音楽番組なんだっけ。無所でって介護多いんだ、わかんない。歌番で宇多田ヒカルがもう当時17、18歳かなの時に、岡田准一くんの顔がすごいタイプって言ってて、で宇多田ヒカルが18歳だよ、まだファーストラブぐらい、アルバム出したぐらいでね、V6 の岡田くんに生涯養ってあげるくらいのお金あるから、私が養ってあげるから岡田くん付き合ってよみたいな話をしてたんだよ。すげえなーと思って。もう10ね、その時ちょうど木更津キャッツアイで岡田くんが結構流行ってた時期で、宇多田ヒカルすげえなーと思って。あのジャニーズのトップを私が買ってあげるよぐらいの発言できるって、天下取ったをね、18、そんな今いなくない？ 16、7、8ぐらいでさ。俺は無縁だね。エミリー映んないね、ツフワッチでは。ツイキャスでね映るかもしれない、もしかして。
ね、ジャニーズなんて結構ちっちゃい人いると思うよ。なんかキムタクもね170ないくらいっていう噂あるじゃん。でなんか俺この間たまたまあのその話を聞いたからキムタクいろいろ調べたんだよ。したらさ、キムタクもめちゃめちゃ顔でかくない？キムタク顔でかいで調べたらすごい出てくるじゃん。さ、俺もねイケメンって顔ちあの背低い人多いイメージあるんだよ。小さくてさ顔でかいじゃん。でなんかねすごいいつも厚底履いてるみたいな。でググったら確かにねなんか長澤まさみが身長168なんか5とかなんとかなのに長澤まさみと同じくらいの身長でキムタクの方がなんか顔が 1.5 倍ぐらいあるみたいな。まあでもね別に気にしないでしょみんな背が小さいとか誰も、まあ、かといって高身長のイケメンってなかなかいないじゃん。希少価値が高いじゃん。高身長だったらちょっとある程度さ顔ブサイクでも持ってるやん。俺キムタクの永瀬くんかっこいいけどやっぱり好き嫌いある顔なんじゃない？やっぱり浜崎あゆみも永瀬くんの子供よりはイタリア人の子供がいいみたいな。チェホンマンがイケメン。チェホンマンですらモテる。永瀬に似てるって言われるのちょっと残念じゃない？女で顔流せにって結構残念じゃない？別に俺も別に今さらチビって言われてもな何とも思わない。市原隼人って背大きいの？でも市原隼人ってなんかさちょっとさコミショっていうのかな、なんか変わってる人っぽくない？いやビキンないよ、なんとも思わないよ今さら。市原隼人どう思う？なんか性格なんか変じゃない？変ですよね、怖いですよね、なんか性格が。ほら変って言ってたよ街行く人も、あいつは変だなって。あとあれなんだっけ、これエミリーも言ってたんだけどね、あの今はのさあの国のアリスのさあれでさあの山崎賢人さ顔芸がすごくない？いやーいやーみたいな、いやーみたいな、すごい顔芸がすごくて、でエミリーに言ったらね、なんだっけあれあれなんだっけ、鼻くそついてた、あれでもそうだったよって、あの中国のやつ、中国三国志の映画なんだっけ、三国志の映画キングダムでも顔芸ばっかだったよってエミリーが言ってたんだよ。なんか普通にかっこいい役者さんだと思ってたのに、そうキングダムなんか顔芸の人なんだね、あの人顔芸でなんかあんまり広瀬すずと付き合ってんの？行く時もそう、いや山崎賢人じゃなかったっけとか、まあ、かっこいいんだけどなんかあんまり顔芸で売れてほし顔芸をしてほしくないよ。なんか見にくいよドラマが。間違えんのよ、誰だ歌もうまいんだ、いやでもあの今はの国のアリスで見たけど山崎賢人よりは山 P の方がやっぱかっこいいでしょ。顔が山 P しかも顔芸でやらないしね、はい、なんか俳優業を
や三浦春馬が普通の身長、まああのムッキムキなところ、あなんか安い芸をしないのがいいね。ヤマピーが目がラリっててもいいよ。あのなんか安い西島佐藤健、人の演技をしているからダメなの、演技してる人の演技、そんな演技がよくわかんないけど、アリス面白くないね正直、がっかり、時間の無駄。けど山崎賢人見るのが好きな人だったら見てもいいんじゃない。いやアリス面白いって言ってる人いんのかな。あ中村智也いい、チシヤ推し、チシヤって誰だっけ、ああのなんだっけ名前が玉虹、虹玉虹郎みたいな、金玉虹郎みたいな名前でしょ。もういいよイケメンの話するのはやめてよ。どのイケメンがかっこいいよねって俺の話で。ポン君勝ち組だね確かに。アグニって誰だっけ、アグニはダイゴじゃねえか、ダイゴそっくりじゃねえか。漫画が面白いんだ。マッケンユ最高。マッケンユはねあのおでこが狭いのが嫌い。マッケンユの髪型何やってもあれかっこよくなんないね。なんかもうかおでこが角刈りみたいなおでこしてんだよあいつ。あれはおしゃれ顔じゃないね顔が。アグニ役の人劇団エグゼルのシーズン1から時間展開時間開きすぎて見る気になる。いや普通に見れるよ一瞬で。俺1日ぐらいでいあのシーズン1見終わって 2日ぐらいでシーズン2まで見れちゃったよ。まあ俺があのニートっぽい生活してるからかもしれないけど。まあそうだね、まあ、勝ち組なんだけど髪の毛が許せないよ。髪の毛がファーストラブだってやばいの。何がファーストラブがやばいんだ。スパゲッティなランベでもなランスパゲッティ、キャスト顔違うだろ。フワッチの方が加工を聞いてイケメンなんだよ。俺の髪型許せない。髪型は別にいいじゃん。あのおでこの形が美容師としては許せないんだ。渡哲也ガクトイケメン、ガクトね、ありがとうございます。ガクトいじりすぎ。おーねおはよう。早く新宿でなんか飲み会やってよ。新宿に来てよ一回ぐらい。絡みたいでしょ。パン単発にしない。なんか髪型良くない、調子良くない。ふわっちのイケメンって言ったらコヨくんでしょ。コヨくんとあと誰だろうな。まあコヨくんかっこいいか。小吉さん顔出し見てないんだもん。いやまあ人それぞれなんだろうけど、やっぱコヨくんがみんなから好かれる顔してんじゃない。イケメンで高身長でスラッとしてて性格すごい良くて、そう俺あんまりねなんか全体的にあんまりなんか目はすごい綺麗だと思うんだけど、うんコヨくんかっこいい。俺いない時にワンワンが俺ん家に連れ込んだんだよ。コヨくんハゲてんの？いやわかんない。なんかあんま俺も見てないんだけど、マサヤンさんもあってかっこよかったね。俺会ったことあるからマサヤンさんには。たかしはないの。バファと太郎。いやバファリンさんもイケメンだよ。一番。まあっち系で一番かっこいいんじゃないかな。あ、ゆうくんもかっこいいね。近藤組長ね、バーリンさん加工しなくてもあれだけかっこいいからすごいよね。ルイジが一番初めて言ってくれた186号、絶対大事にする。186号すごい大事にする。相乗りならしさんもかっこいいね。まあ、でもなんかより好みがあるじゃん。
確かにバファリンさんも1、2を争うけど、まあ俺はなんか爽やかな感じだから小夜くんが1番モテるんじゃないかなみたいな。せいちゃんとか01さんはないでしょ。後ろから人来たからハローって言われちゃった。びっくりしちゃった。手なんてもいじってないんじゃない、わかん、怖かった。いやなんか私のシートに女座らせたからって言って、びっくりだ。眉毛ある、描いてる。ほら髪型調子良くない？なんでこれダメなの、これ。サラサラで調子良くない？湯浅？キモい。髪の毛全然切ってない。あ、無理。いける？ゼロみたい。なんか今ね、いい美容室の 見分け方はやっぱり数こなしていくしかないね。あの1回目じゃ正直わかんないよ、髪の毛カラーもそうだし、1回染めたぐらいじゃあのよっぽどバチッといく人じゃないと髪の毛の多さとかね、あの癖とか、まあ、カットはねわりかしね一発でバチッといく時もあるのかもしれないけど、相性によって。ラッセンガースキー。いや口コミもさ、だってさ結局人によるじゃん。宿毛が得意な人がいればさね、髪の毛すく人が得意な人もいるし、ショートが上手い人もいるし、いやいやいや、プロだからバチッといかなくちゃダメでしょってさ、それ飲食店行ってさね、バチッとうまく美味しいの一発で作ってくれたみたいなのと一緒じゃない。飲食店もそうじゃん、すごい美味しいっていうところ行ってみても大して美味しくないところあったりさ。エミリーは切りっぱなしボブがいいって言ったから切りっぱなしっぽくしたけど、量が多いから少しついたけど、さっきの子だ、さっきのあのまだ喧嘩してる。ワンチャンかっさらうか。見て、2人ともすごい分厚底、20センチぐらいの厚底入ってる。2人ともずるい。男も女も2人とも20センチの厚底入ってるわ。ずるずる。いや、エミリーの髪の毛遅い、薄いって言ってる人は多分ね本当に近くで見てないよ。もう浮いてるね。ちょっとゆるい、あのあれなんだよ、癖っ気なんだよ。なんかこうモコってなりやすい癖っ気なんだよ。量多いよ、めちゃめちゃ。っていうか頭が小さいんだよ、エミリって。頭が小さいからあの量、髪の毛の量と合ってないんだよ、浮いちゃうんだよ。朝から鬼殺しはきついんじゃないか。お酒好き？買ってあげようか、鬼殺し。もう一個の飲む？まだあんの一杯。嘘、買ってあげるよ俺が、うん、鬼殺し飲みたい。飲み足りない？買ってきてあげようか、うん、鬼殺し買ってきてあげよう。じゃあちょっとこれ配信棒見ててくんない？取られないように、盗まれないように。うん、買ってきてあげるから。
鬼殺し。でもあんま飲みすぎちゃダメだよ、体壊しちゃうから。え、もう壊しちゃった。いや、おつまみはいいよ。ダイエット中でしょ今。おつまみも欲しい。鬼殺し欲しいんでしょ、買ってくる。いらない。いや、いらない、いらない。いらない、うん、大丈夫母ちゃん。なんか困ったら言ってね、はい、うん、何でも買ってあげるから俺、はい、うん、いらないって、うん、何様だよって。いや、だって心配じゃない。家はないよ、身内。じゃあ俺に投げてくれたら俺が買ってあげるよ、あの人に。身内心配だろ。また1万円狙って、そうそうそう。この間なんかああいう人をお金なんかご飯買ってあげたら、なんかこういうこといつもやってる人なんですかって言って1万円くれたの。あそこで喧嘩してるカップルがいるんだよ。いや、あれすごかったですよね。あ、こういう支援してる方なんですかって言って1万円くれた人がいたんで、あのカップルが喧嘩したところに俺がすかさずかっさらうね、あの女の子。焼き餅焼かせてやろうぜっつって。ふわっちで可愛い男いないの。誰だろうね、これね。ドンキで20万いかないくらい、18とか。リアル1万、そう、リアルで1万は。なんかね、2年ぐらい前は本当に風俗嬢がめっちゃ金くれたんだよ。髪の毛さ、カラーとブリーチするだけでさ、ね、8万円くれる、6万円だっけ、カットカラーだけでだよ。2時間ぐらいで風俗嬢の女の子がいつも来てくれてるからっつって、マジで闇美容師は稼げるから。だいたい平均さ、カットカラーで2万円ぐらい置いてってくれるし。いや、友達だから。営業自分でしてね、髪の切らせてください、 ありがとうございます、じゃあお金 金がこれちらになりますじゃなくて、友達だから。そう、お気持ちだからね。そんなこと言ったらさ、ね、なんだろう、小じきにね、なんかご飯持ってるからほら1万円あげるって、あれも商売になっちゃうでしょ。そう、もうミーコはいいね。そういうケチな人はね、切ってって。まあでもね、どんどんシビアになっちゃったからね。友達じゃない、ノーズシャドウ入れてないよ。ひーちゃん大体5000円くらいじゃない。ひーちゃん意外とケチだからね。いや、出張美容師はできないね。やっぱシャンプーとかね、してあげないといけないからね。場所がやっぱりね、俺んちじゃないと無理だよ。かっこいい。全然誰も遊んでくれないんだけど、女が寄ってこないんだけど。ひーちゃんケチだね。稼いでるくせによ、プラチナプラスのくせによ。オレンジ専門店、そうです。いや、センス関係ないんだよ。48号さね、美容師ってさ、お客さんがこの色にしてください、こういう感じにしてくださいっていうのをね、体現するだけで。今ね、あの子狙いなんだよ。あそこにいる女、見せてあげよう。エミリは安定しないね、もう当分。この
このカップルが喧嘩してるんだよ。で、あの女の子がね、エミリーみたいな女だったらね、あの喧嘩した男にやきもち焼かせようぜっつってホテル行ってくれねえかなと思ってる。あの男にやきもち焼かせてえだろって、どうせあの男が浮気したんだろっつって、いや喧嘩してたんだよ。さっきもね喧嘩してたよね。喧嘩してない。これがきっかけで喧嘩するかもしれないけど、今んとこ喧嘩してない。そう、おでこに傷ある。でもみんなにかっこいいって言われる。最近箔がついたなって。そう、さっきの二人ハリーポッター、うん、そして NN、 焼き餅焼かせるようぜっつって NN です。自分のためにやめとく。もう死にたいよ。もう梅毒、エイズ梅毒になって死にたいよ。そう、一生消えないマジで。今タクマはよ、新しい彼女ができて楽しいかもしんねえけどよ、やってやろうか。あいつバール持ってあいつ顔ギチャギチャにしてやろうか。チェーンソーマンになってやろうか。俺の顔ずギチャギチャにしやがってや。一生根に持つだろ。俺の顔見るたびに、顔見るたびにうずくんだよ、あいつへの憎しみが。帰り道に会うか。もう一個傷できちゃう、怖い。ピッケル持って行ってやろうか。キャー、なんかパンダさんおしゃれになりましたね。うるせえ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 、なんで M ステなんだよ。いや、ちょっと M ステ気分味わってた。いないよ、なかなか街中で M ステの音楽聴いてる人。階段とかやると超面白いよ。うん、最近それみんな流行ってるね。違うね、あの、あれだぞ、リンちゃん別れたぞ。リュウヤと。あ、そうなの。うん、チャンスだ。いや、リンちゃんを幸せにできるのはパンダしかいないよ。いや、なわけ。毎日何やってきてるか知ってるでしょ。何やってるの。やばい、言えないよ。何やってるの、毎日。言えないよ。毎日何やってんの。言えないよ。教えてよ。ちっちゃい子で教えて。絶対言ってない、言わない、女の決めて生きてる。女の体を打った金で生きてる。女の体を打った金で生きてる。どういうこと。そういうこと。そういうこと。どういうこと。女パンダが、パンダくんがに好きだよって言ってる人、女の子をいっぱい集めて、お前らセックスして金集めてこいよって言って、そのお金をで生きてるってこと。いや違う、もう仕事として接してる。ホストみたいなってこと。いや、もうそういうの関係ない。何、仕事として接してるってどういうこと。だから稼ぎたいんでしょ。稼ぎたいんでしょ。なんかあったら助けてあげるから3割頂戴。で、そのなんかって何。体を打ってる。嘘。じゃあ俺にも紹介してくれて、そしたらその3割がパンダ君に行くってこと。そういうこと。女の子見せてくんない、そのリスト。え、いやだから歩いてんじゃん。そこらに溜まってる女の子だいたい。かわいい子いる、一番一押しの。リンちゃんより可愛い子いる。はい、いる。何人ぐらい。2人。2人ぐらいじゃん。2人ぐらいリンちゃんより可愛い。じゃあその2人後で写メ送ってくんない、俺に。あ、いい、うん、よろしくお願いします。で、ツイッターで送ろう。お願いします。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。困ったり。パンダくん手汚いね、ちょっと怪我したんだこれ。うん、まあそうそう、ちょっとまたね。あ、じゃあ、うん、じゃあね、ありがとうね、いつも。カカボムちゃん来てる。スナイパーなんだなんだ。カカボムちゃん来た。どこにいんのカカボムちゃん。あ、スカウト。いや、スカウトじゃないね。ダメだよカカボムちゃん、あんなのと関わっちゃ。うん、カカボムちゃん、あんなのと関わっちゃダメ。じゃあ配信してるんですか。あ、そうなんです。 YouTuber っすか。まあ、YouTuber みたいなもんっすね。あ、そうなんですか。うん、ハロー。生配信っすか今。生配信、なんか青森の方っぽいですね。沖縄です。沖縄ですか。沖縄です。沖縄の人でって、はい、沖縄です。配信やってるんですか。ハーフっぽいってきたっすよ。ハーフっぽいですね。はい。ちなみに若く見えるんですか。おいくつですか。18です。あー、若くて可愛い。お兄さんおいくつなんですか。僕38です。 38? え、あ、コントンさんの弟です。コントンさん分かります。
本当さん、はい、沖縄の TikToker の。あ、そんな有名な人がいるんだ。沖縄のどこ、タバコ18でタバコ。いや、あっちの人もハーフっぽくない？あ、あっちの沖縄の人です。あっちも沖縄の人、はい、沖あれは25歳です。ダパンプのイッサみたいな顔してるわ。ヨッサ、ヨッサ、イッサじゃなくてヨッサ。間にニッサとサンサがいてヨッサだって。タバコダメって来てますよ。いや、そんなわけないです。18でアイコスダメって。18はアイコス大丈夫でしょ。大丈夫ですよね。うん、18だからアイコスですよね。危ない、これバンだわ。バンすか？バンになっちゃうわ。タバコ吸ったらダメですかね、うん、ダメだよ。注意しとくからね、お兄さんからね。バイバイ。25歳、こっち移して大丈夫？25歳ダメ、25歳、ヨッサはダメだって。俺は？いや、バンになっちゃうからタバコはダメだよ。今からどこに行くんですか？うん、今からちょっとプラーとして帰ろうかなと思う。バイバイ。またね、ありがとうね。うん、お店なんか面白いお店。何、面白いお店？なんかあっちにパンダっていう男の子がいるんですよ。パンダって亀田は、あの白い格好してるお兄さんがいて、その子が、あの未成年の女の子紹介してくれるから。あ、じゃあ一緒に行く。3割ぐらい、3割ぐらいそのパンダに入っちゃうんだけど。いくらぐらい？まあ1万5000とかじゃないかな。どこだ、パンダ。パンダって、パンダお店。身長180ぐらいで、180、うん、白っぽい格好してそこら辺にいるから絶対。絶対マコッちゃんじゃない。マコッちゃんじゃない、マコッちゃんじゃない。マコッちゃんわかるんすか？わかんない、マコッちゃんがわかんない。わかんない、わかんないんか。すいません、じゃあ またね、うん、またね。あの特徴は手が汚い。あ、うん、手、パンダ、パンダ。YouTube 名前見る。あ、俺ね、あのルイージって言うんですよ。今1300人ぐらい見てる、1350人。う、めっちゃ有名じゃないですか？いや、有名じゃない。歌舞伎町ってね、いるだけでバズっちゃうから。そうなんすか？うん、またね。バイバイ、うん、じゃあね、ありがとうね。いや、俺注意したんだからよくない？だって、で、タバコプカプカして吸えよって言ってんじゃわけじゃないよ。やめなねって言ったんだから。いや、汗になんないよ。いるよって、パンダくんって人が紹介してくれんじゃないって。俺に1円も得ないんだから。アテンダーなんないよ俺には。俺がするわけじゃないから、パンダが紹介するんだから。何コントンって人のあれなの？圧線になっちゃうの？俺やってないでしょ別に。俺の圧線にはならないでしょ。俺がパンダを紹介したけど、パンダが斡旋してるわけだろ。顔に出るんだ。にすごい有名なの。TikTok で有名。俺も TikTok やりてえわ。この機会にエミリに TikTok やらせるか。エミリ TikTok やればいいんじゃない？コントンさんって人有名なんだ。落ちないよもうじき。運営にだってさ、なんて言うの？この人タバコを吸ってる人ね、男の人映っちゃいましたって。